7.58cm ミーネンベルファー 14cm ミーネンベルファー M15 26cm ミーネンベルファー M17 ミーネンベルファーとは第一次世界大戦時にドイツが開発、運用した火砲の一種である。日本語に訳すなら爆薬投射機となるが主に迫撃砲の一種として扱われることが多い。オーストリア・ハンガリー帝国でも開発、運用されていた。 ドイツ軍においては、ミーネンベルファーは、公平化の管轄であり、砲平化管轄のものは、モーサーと呼んでいた。ミーネンベルファーという名称は、公平が爆薬を投射するための道具であり、砲平化管轄の砲弾ではないとするための名称であった。そのため、実質的には、旧砲と同じ構造をしているものも多く、区別は構造や原理によるものではなく、 管轄陛下によるものである。構造は、ストークスモーター式の迫撃砲に比べて複雑で、精密で、重量も重い。カノン砲や、榴弾砲のように、ライフリングのある方針や、中大器を装備しており、照準装置も精密射撃を前提としたものである。運用方法も迫撃砲のように弾薬をばらまいて、弾幕を張るようなものではなく、 九法のように着弾修正をしながら正確に目標に命中させる方式だった。そのため発射速度は遅く最大でも毎分六発程度が限界だった。構造が複雑で効果、重いミーネンベルファーは簡単、軽量、安価の三拍子が揃ったストークスモーター型の迫撃砲にとって変わられ、第二次世界大戦の頃には使われなくなった。 ドイツのエルハルトセイマー社が火薬を使わずに圧縮空気の力で砲弾を飛ばすルフトミーネンベルファーを開発してオーストリアハンガリー帝国で使用されている。ドイツ軍は採用しなかったようである。ドイツ帝国オーストリアハンガリー帝国フランス製の r t f 1 1 2 0ト、mm、ル迫撃砲のような一部の大口径迫撃砲ではライフリングが施されているルフトとはドイツ語で空気の ことで、圧縮空気を示している。ありがとうございます。